道内の農業や酪農業に携わる人からも批判の声が上がっています。食料を生産するということに、誇りも持ってますし、まあ、怒りも込み上げてきましたね。探すような比較、今この時代でそんな必要ないのかなって。静岡県には400件を超える抗議が殺到。一方、川勝知事は昨日突然辞任を表明しました。